はい、バイオハザード RE3 体験版の実況プレイをしていきたいなと思ってます。今回は3月19日配信スタート。仕事から帰ってきてすぐに YouTube で体験版とやっている人がいたので、私も待ってたので、まさか体験版がもう出ているとは思ってなかった。では実況プレイをしていきたいなと思います。ではスタート。驚くべき速さで拡大したバイオハザードはすでに街中を行けるで埋め尽くしていた。速い。おお、ここ Carlos, you didn't even think to ask fine young lady your name?She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS, Platoon Leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right.How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can.If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing.Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Oh, 始まった。Oh. かっこいい。OK。お、ジルさん。綺麗だね。よし。お、オッケーオッケー。やり方は変わってないね。まだ銃の方は構え、これがまさかの避けられる。もう出れる。よし、なんかある。おっと、すげえ。わお、ハンドガンの弾。なんか新しくなってる。UBCS 式弾薬調合法。戦場では玉なし野郎は玉なし野郎だ。死にたくない奴は黙ってこのレシピを頭に叩き込め。ハンドガン、ショットガン、マグナム。準備ができたらパーティーに出発だ。死体野郎どもにご馳走を食らわせてやろうぜ。間違っても自分がご馳走になるんじゃねえぞ。了解です。さて、ここか。地上に出るサバイバルナイフも持ってる。なるほど、面白いね。こっちはいけない。ここは関係ないみたいだね。お、かっこよ。お、すげえ。ああ、なるほどね。これで避けられるのか。
うん。おお。緊張してきた。お。なんと。4月3日。バイオハザード RE3、ジルとカルロス、そしてネメシス。かっこよ。おっとっと、走る。すごっ。何これ？走らせるってこと？さて、上に出ますか。さて、何があるのかな？ちょ、怖いな。すでにも怖いんだけど。なんだこれ？こっちには何もない、うん、タブロイド紙の一面、恐怖の食人事件、その真相に迫る。9月25日未明、ラムズ美術館北側でうーんの男に通行人が襲われているとの通報が RPD に入った。駆けつけた警官が付近を捜索したところ、ゴミ捨て場で女性の殺戮死体を発見。死体に残された数十箇所に及ぶ髪跡や下の一部の欠損という特徴は食人行為によるものとみられる。今月に入り同様の事件は少なくとも3件。この食人鬼の正体は一体何者なのか。本誌ニュースコメットはスペンサー記念病院で無償治療を受けている奇病患者が夜な夜な食堂で人肉食の宴を催しているのではないかと推測。スペンサー記念病院に潜入した記念者が極秘調査を行い、グロテスクで恐怖に満ちた真相を明らかにした。この衝撃のスクープ、詳細は2面以降で。くぅ、病院か。怖いな。さて、前作と違って、おっと、So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. なんと、電力を回復しないといけない。お、これはハブじゃない？ん？誰かがいる。ん？おっと、ガンパウダー、ガンパウダー、そしてハーブ。入るかな。オッケー。これを1個と2つ組み合わせると、あ、いけるんだね。オッケー。で、こいつも取って、おっと、もう組み合わせられる。よし、こいつとこいつ組み合わせ、で、こいつとこいつを組み合わせ、こっちに置いて、とりあえず回復はそんな感じで。こいつは、おお、レッドハーブ。こいつも、いや、これで回復できる。よし、ここに入って、何これ、うーん、なんかありそうだ。こいつは壊せるのかな。おお、なんだろう。待て、そこはまずは UBS 式ハーブ調合。かすり傷ごときで拠点に戻るくるような坊やよ、ママのおっぱいでもしゃぶってろ。そうじゃないタフガイは薬の調合を頭の中に叩き込め。回復ね。うん、さっさと終わらせて冷えたビールで乾杯だ。なんて野郎だ。お、これはなんだ。何もないね。お、これは何これ。ああ、預けるやつね。特に何もないから先に行こうか。ここは、お、中に何かある。よいしょ、行きましょう。うそ、あー、ビビった。それだけ。嘘、もう始まった。 Oh no。
OK。 死んでるとは思えないけど。嘘、こっからどうすればいい？やば、もう初対面。あ、あっち行くんだね、奥の方に。来た来た来た。嘘、なんかいる？お、あ、いる。見てみたい、あそこの影。おっと、なんかある。よし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 、ここにいる、絶対そこにいる。見て、おっとっとっと。 OK OK OK。 そしてリロードして、そしてやべ、おー、危ねー、外しまくった。大丈夫かな。うーわ、気持ち悪。おっとっと、まだいけるんか。こっちには何もない、ここに隠れてたの。ほう、どっかにいるね。おっとっとっと、逃げろってこと？マジか、こいつらは。おー、行くか、行ける。嘘。Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire?Surely a tall drink of water like yourself to put out a few flames. Fuck you. なんだなんだ。他になんかないかな。多分あそこ行かないといけないんだけど。おっと、マップの使い方ね。多分ここ行くんだよ。おっと、これで、あー、行けないよね。あー、だよね。もう迷ってた。どうする。あっと、なんかあった。おっと、嘘嘘嘘嘘でしょ。あ、わかったわかった。まずはここから逃げるか。逃げて、あっと、それ撃ってたのっけな。まず撃ちましょう。そっちには何もないから、そっち行こうか。そっち行きましょう。緊張するね。さて、ここには何を見つかるのか。ん？もうなんか嫌な予感がするんだけど。うわ、暗。うわ、なんかあるな。ドラッグストアの店主の日記。アンブレラ社の新しい育毛剤が飛ぶように売れてる。あそこの薬は何だって言えばすぐに効くからな。大量に仕入れておいた。俺の目利きは正しかった。これで売り上げ倍増、間違いなしだ。しかし最近この辺りで物騒な噂を聞く。稼ぎも増えたことだし、金庫を買い替えるとするか。お、新しい金庫は完璧だ。アルバイトにも俺の可愛いワイフにだって金庫のパスは教えてないからな。知ってるのは俺とアクアキュアの彼女だけだ。泥棒野郎には手も足も出ないだろうぜ。わからん。で、おっと、ガンパウダーゲット。さて、何かがあるかもね。うわうわうわ。
ここにいたのかよ。外したよ。もうあ、そういうことね。ぶっ潰しましょう。 OK。 ぶっ潰す必要あった？まあいい。そして次はここに行く。何もない。2階だね。こっちから何かあるのかな。さてここからどこに行けばいいのかな。うっそでしょ。あそこか、それともこっち。こんなん、あいやいやい、うわビビった。そこかよ。それはビビるわ。もっと何かあった。よし、レッドハーブがある。そしてとりあえずここはあんまり、あやべえ、ハンドガン、よしゲットする。とりあえずここはよし、ナイスショット。いる？やーべ、ビビった。さっきのはやばいよ。さてこっちの方にはいるよね。おいしょ、うそ、そういう最悪。え、もうそんなに。ここは何なんだ。お、オッケー。やばいやばいやばい、こんなに集まる。オッケー、ナイス。これでなんとかなったと思ったけど、ここにいた。オッケー。うそでしょ。ナイス、これでなんとかなったはず。ふう、怖いな。としかこっちはもういらないから、今度ここかな。嘘だろ。OK、 これでなんとかするとして、おっと、嘘、まだ生きてんの。ここにもいますね。あなたは、あ、ここか。うわー、なんか起きそうな感じがするな。こいつ怪しいね。おっと、現れた。やべー、回復。ナイス、これでいいかな。で、やばい、鉄道職員のメモ。ここ数日暴動はひどくなる一方だ。いざという時のためにショットガンを用意した。お、ガンラックに入れておけば盗まれることはないだろう。私は今のうち予備の弾を調達しに行く。必要になったらチェーンを切って取り出してくれ。職員一同の無事を祈る。おっとっと。
おっと、手榴弾。ここにはガンパウダー、そしてもう混ぜましょう。 OK。 そして他になんかない？おっと、あった。いやー、待てよ、ショットガンがあるのにあれがないんだって。これは何なんだ。あ、なんだろうこれ。ここには何かあるのかな。何かあってほしいよね。ん、カイトブロスレールウェイ。安全な地下鉄運行のために停電時、地下鉄は自動的に運行を停止します。電源が復旧次第、コントロールパネルで停車駅と使用するホーム番号を再指定してください。安全性が確認できないルートが入力された場合、エラーとなり運転が再開できません。他は？嘘でしょ、何もないの。あれが欲しい、ショットガン。あれ取り行きたいんだけど、取り行くための方法がまだないのかな。よし、とりあえず戻ろう。おっとっと、こっち。うわお、もうくそ、囲まれる。あいのー、マジかよ、マジ嘘だろ。うわ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 、マジどこから出てきたみたいな感じだよ。くそー、もう噛まれちゃったよ。あ、そこにいたやつ絶対いるじゃん。早くして、嘘。そうでしょ、もう出れないの。 What？ うわ気持ち悪い。わあ、これはちょっと積んだか。積んではいないと思うけど。おっとっと、危ねえ。あーやいやい。うわもう、わーもう、もう嫌ですよこれは。オッケー、これで内側かな。あ、ここだ、ここだった。え、ここでやってるっけ。嘘、ちょっともう分かんないんだけど。おー、ナイス。とりあえずないように頑張ろう。よし、ふう。
あのゾンビ女強いよ。よし、とりあえず倒せたよね。とりあえずだよね。マジでビビる。次はどこに行けばいいかな。さて、次はもう一回上に戻ってみるか。もしかしたらヒントはここにある。もう一回戻れるかもしれない。おかしいね。なんで？もう戻れないってこと？うそ、迷っちゃった？ここで強化火薬。これこっちの方に行ってるよね。行くと別門があって、一番あっちに行きたいんだね。こっちだとなんかあるね。これはガンラック。とりあえず行ってみるか。もう一回でも使えない。おっと。オッケー。ナイス。うわ、気持ち悪い。じゃあ考えられるのは、次はあの奥に行くしかないのってことだよね。このゾンビを倒していくしかないの。そんなことはないの。何もないところに行くだけだもんね。金庫がある。あ、なんかある。ガンパウダー拾ったところで、ここであれだよね。ここは何？消火栓だよね。消火栓のところ行きたいんだよね。金庫。そうなんだよね。そう、ここが今開けられなくなってんだよな。そこがよくわからん。ここだよね。
かしいな。ここ。行けるはずなんだけど。こうやって行くのかな。関係ないならどう行けばいいんだ。あ、いや、そうだよね、ここしか行けないよね。他にないもんな、薬局。薬局に行ったところでさ、あんまり意味ないと思うんだけどな。あんのかな、意味。強化火薬。相当やられてるね。お、見つけた。ナイス。何かないの？あった。なるほどね。いやー、これはどういうこと？積んだ？マジでもう分からなくなったんだけど、どうすればいい？ここ入れる？あ、マジ入れたんだけど、ここか。嘘、ここか。ここか、やっと進めれたわ。怪しい。なんかあるよね。絶対なんかある。絶対あそこのゾンビを動くよね。絶対わかるよ。うん、おし。やっと反動が待った。このゾンビたちが動く。お、嘘。おお。お、やば、やばやば。うわー、とっと。嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ。嘘、嘘、嘘、嘘。戻れ、戻れ。あっ、え、嘘。嘘。ぶっちゃまれ。うわわわ、それねえよ。え、ないないない。うわ、嘘、嘘。え、どういうこと？もう、終わるじゃん。え、嘘、嘘、嘘。え、何さっきの。うーわ、やば。あ、はははは、わかったわかった。そういうことね。あ、俺こっから入ってきたのか。忘れてた。ちょ、早く逃げろ。逃げろ。逃げろ。そっち。オッケー。うわ。あ、いけ。あ、おお。よっしゃ、いけ。ビビった、いきなり出てくるのか。ああ、よし。めっちゃ、おーっとめっちゃビビった。おお。あー、出た。うわ、気持ち悪。おお。Thank you for playing. でも死ななかったからいいね。すげえ、これは驚いたわ。カプコン。
うわ。Sorry. Look out! Let's do this. もちろん買いますよ。いやーすごいね。これはもう発売日早く来てほしいね。やー、バイオハザード RE3 実況してみましたよ。いやー驚いたよ。あそこでネメシス驚いたよ。一番驚いたのドアのあの後どこからいきなり出てきたのって思った。いやーちょっと時間かかっちゃったね。でもいやーどうでした皆さん、楽しかった普通に。いやあそこなんで帰れねえんだろうって思ったんだけど、いやーすごいね。なるほどね。ああ遠回りしてみたってことね。でもこれでこの実況プレイは以上。バイオハザード RE3 の発売日まで待ちきれません。ただまた、この体験版を遊んでみて、また新しい発見があればまたこのように実況していければなと思うので、また見てくださってる方次もよろしくお願いします。じゃあバイバイ。